文福茶釜の綱渡り、ジェームス夫人英訳文福茶釜は、日本中で語り継がれている、タヌキが化けた茶釜の昔話、あるいはおとぎ話、童話。文福茶釜とも表記する。おとぎ話では、和尚が手放した茶釜が、綱渡りなどの芸をし、これを見せ物商売に、クズやが財を築き、茶釜を元の寺に返還する。モリンジは、 群馬県と手林市に実在する寺で、現在も文福茶釜を所蔵する。ただし寺の縁起は、狸の化けた釜とはせず、古狸の老僧を守るつる愛用の、服を開ける文福茶釜であるとする。千人の僧が集まる方へで茶を立てたが、一中夜組み続けても釜の湯はなくならなかったと、記される。狸や狐が茶釜に変化する昔話は、全国に分布する。 人間に尾があるか言いくるめられて茶釜に化け、寺の和尚などに売りつけられるが正体が発覚する、というあらすじの類話群である。狸が芸をする要素は、民話例に少ない。民族学、民話研究では、狐の恩返し系の動物の方音単が原型とされ、よって、石系を、日本昔話、大制の分類である、文福茶釜と、狐と曝露型、狐遊女型は、 大まかに分類すれば、動詞とみなされている。江戸時代の赤本では、また違ったあらすじの滑稽話になっている。文服という名の由来については、諸説ある。この茶釜には八つの苦毒があり、服を開ける茶釜という意味から、文服茶釜と呼ばれるようになったという説明や、沸騰する音の犠牲語という説がある。また、文具美の茶釜とも表記されるが、文化は弱い日。 部下は強い火を指す。同じ五尺は、鳥山石燕の、今尺百奇周囲、森寺ン釜の添え踏みでも述べられており、文武尾の釜が正しい名であるとしている。岩やさざ波のおとぎ話版、文福茶釜によって広く、人口に解釈したという表もある。その要約は、次のようなものである、上野国立林の森リンで、茶の湯が趣味であるお正さんが茶釜を買って、寺にもち帰る。 お将の居眠り中、茶釜は、頭や尻尾、足を生やし、消防図たちに見つかり騒動となるが、最少々は信じない。しかし、湯を沸かそうと茶釜おろにかけると、足の生えた正体を表す。怪しい釜なので出入りのクズ屋に売却。その夜、茶釜は自ら不思議な姿を表し、タヌキの化けた茶釜だと正体を明かし、文服茶釜と名乗る。タヌキは、 寺での扱いをなじり、くず屋には箱にしまうでもなく丁重に養ってもらいたい。その代わりかる技、踊りの芸を披露すると持ちかける。くず屋は、見世物小屋を立ち上げ、茶釜ダイブの曲に合わせた綱渡り芸は人気を博す。一材を成したくずやは、満足し、儲けの半分を伏せとするとともに茶釜を、元の森んじに変換し、同時の宝となった。この、 茶釜から顔や手足を出した狸の姿や、傘を持って綱渡りをする姿のイメージが、後半にそして甚だしく昭和化されて、伝えられてしまっている。場所まで指定するのは、これが、伝説から純粋な童話になりきっていない一つの兆候だと、志田義秀はしている。見せ物小屋が繁盛した後の結末が二つに分かれる、月岡義し氏が、新型36回戦より、 モリンジの文福茶釜。狸がそうに化けたという説に基づいて描かれたもの。モリンジに伝わる伝説などでは、文福茶釜の持ち主の正体が、無事なや狸であって、狸が茶釜に変身することはない。モリンジの演技等によると、大英年間の解散より、代々の住職に161年仕えた、老僧、守る鶴が7世の住職月収生発に仕えた、 檻の仙人法への時披露した無人の茶釜が由来であり、その茶釜からいくら湯を汲んでも中の湯がなくならなかったことから、守る鶴はその釜を服を開け与える、資金道分布茶釜と命名した、とされる。その後十世の住職の時代、守る鶴は無人なの姿を表してしまい、寺を去った。実際には、羅漢の懸念であったろうと言われた。森ん寺に現存する、つて、 文福茶釜は、資金同性、容量1と2章、しんなりの茶釜である。周囲は4尺、重量3巻、後径は8寸で、元の蓋は、一室しており、現在は新たに作られた蓋が当てがわれている。森寺が、会長の際に発行している、文福茶釜略演技はいくつか絵本があり、含まれる要素もまちまちである。そのうち古いものは、建前上は、 天正15年とあるが、実際は元の区以降の犯行ではないかと考察されている。19世紀頃の後本は、講師や和牧35に所集された演技と文章が全く一致する。それらでは、守る鶴が森んじで経た歳月は124年となっており、米州山で釈迦の説法を聞いたこともあり、年は数千年に達し、 日本に渡ってきてからも800年が経つとも明かしたと、される。小よくしたが、書籍はほぼ残らず、自家道の札があるのみという、茶釜の茶で練って丸めた飛躍を、守る鶴が伝えたとも記される。また、守る鶴な役職は納書であったということが、文福茶釜略演技にはないが、新華期対抗期等の記述に見つかる。松浦清山町、講子屋は第一。 マ三35にも所集されているが、掲載される文章は演技と同じである。モリンジの資料によれば、マモルツルは住職を務めてはいなかったが、光源寺の解散、和尚であり、タヌキの正体が発覚した時にこの鎌を持って、モリンジに逃げたという言い伝えがあり、この時蓋を落としていったとされる。文福茶釜が、もともとは自分の寺にあったという伝承は、光源寺を含めて、 群馬県の五つの寺にある。草蔵氏の赤本の例はいくつかあるが、似たような内容である。最古は遠方、天羅出版の赤小本、京東山分け狐で、狐の物語である。近藤清春の画による、京方年間の赤本、文武茶釜は、その改作で、狐から狸に置き換わっている。あらすじは、京都の東山殿の茶坊主で、文武という名のものが、 キツネを捕らえて料理しようとする。旧したキツネは茶釜に化けるが、火にかけられ、文ンブ茶釜に尾が生えたなどと坊主たちに生やし立てられる。火けを負ったキツネは無事なに復讐を託す。無事なは、ことが発覚して、裸で追放された四人の坊主たちを見つけ、巨大な陰謀を広げて覆いかぶせて温めるが、捕獲されて、東山殿に献上される。鱗がこ型屋が、 半元の文福、茶釜も同様の内容で、ただし吸い物にされそうになった無人なが自ら報復する話にすり替わっており、近藤清春の作品の改作と目されている。ここでは、茶坊面が生やしたてる文句は文福茶釜に毛が生えたであるが、これは原独頃から上等句となっているとされる。セリフとして、浄瑠璃諸縁にも使われており、菊岡千両、 本朝族原始では釜でなく釜の持ち主に毛が生えたことを指すと、守る鶴の伝説に辻妻を合わせた説明をしている。関敬語では、同類の昔話群を237七倍と分複茶釜に分類している。構成内容は次のようなものである、ある男が狐と助けた代償として、あるいは狐を騙して茶釜になりすまさせ、これを売却して金銭を得る。 後、茶釜逃亡するか、元の男の元に帰り、あるいは踊りの芸で金儲けをさせる。このうち、小み版のおとぎ話のように、芸で金儲けをさせるモチーフが見られるのは極めて少数派である。関はいくつか各地の民話例を、日本昔話、大勢の本格昔話編で掲載している。そのうちくず屋のじいさんとたぬきの話は、柳田国夫により、 文福茶釜類型の典型例にも選択されている。告示するが狐が化ける話が、化け茶釜である。男が大金としてお尚から三両をせしめる。最後に、茶釜が山に逃げ出すなどの詳細が、両話に共通している。分類の曖昧さ文福茶釜の類和群は、狐遊女型や、狐と暴露型と、はっきり区別しにくく、大まかに言えば、同種であると、 柳田国王は指摘しており、関敬語も同様のことを述べている。それは例えば、狐遊女の中には、茶釜、馬、遊女の順に狐が化ける例もあるからである。柳田の推察では馬に化ける形が最も古く、ついで茶釜に化ける形ができたとしている。関敬語の場合も、文福茶釜、狐と暴露、狐遊女、三人暴露などは、欧米民和学の 魔術師とその弟子型に当てはまるとしている。実践、江本地下の論文では、文福茶釜の伝承として125点の昔話例を集計しているが、これは講義の意味で動物の茶釜変身端をすべてカウントするので、狐と暴露や狐遊女の話も含まれている。これらは東北から九州まで広く分布している。民族学者の柳田国はまた、 元話の狐の恩返しを元にすれば動物と人間との交渉を物語る。昔話の根幹には動物援助の考えがあり、選ばれた人間に神の使いである鳥獣が富を与えるのだという。そこで動物の危機を救ってやり、法音を受けるのを見ると動物が献身的に尽くす行為も理解できる。動物援助から動物法音に移行する過渡的な様相を帯びた話と言える。 山形県米沢市南原横堀町の上京院にも似た類種の伝説が伝わっているが、こちらも狸ではなく狐が登場する。ありがとうございます。